はい、おはようございます。豊橋駅に来ています。でね、本日平日なんですけどね、臨時の飯田線秘境駅号という急行列車が走るので、これに乗車していきます。さあ、豊橋駅1番線のホームに秘境駅号の表示も出ています。この普通列車が行ってからの到着のようです。飯田線秘境駅号到着したので、またしてもコンパート席に乗っていきます。しかもこれ373系に5時間40分も乗れるので、おそらくこれ最長時間です。ご利用くださいましてありがとうございます。皆様、本日はようこそ飯田線にお越しくださいました。急行飯田線秘境駅号の飯田駅です。本日秘境駅付近の長野県南部は晴れ、気温は12度と絶好の秘境駅日和となっております。まず最初の停車駅、新城駅に着きました。で、飲み物の自販機はこの先平岡までないらしいんでね、でここで購入しておきます。さあ、ここ新城駅に今到着してるんですけど、ここではね、普通列車の交換待ちと、さらに急行飯田線秘境駅が特急稲地に追い抜かれるっていうね、もう線路3本全部フルに使ったっていう、この対比が行われるわけですね。まもなく稲地が到着します。段差ができておりますので、足元には十分ご注意ください。現在大空駅に停車中です。すぐそこでまた臨時の売店みたいなのができてます。ここ大きい吊り橋があるんでね、ここが一番のスポットだと思いますね。新たに秘境駅号を停車に追加した稲小沢駅ですね。7分しか停車しないんですけど、ちょっと走って高台まで来て見下ろしています。すぐそばにこの川が流れてていいところです。さあ、平岡駅ではね、こう駅舎がもう温泉とレストランとか併設したところになってるんですね。で、列車は40分も止まるので、その気になればそこのレストランで食事ということもできなくはないと思います。ただいま生田駅に停車しております。まもなくしますと上りの飯田線秘境駅号が参ります。よろしければご旅行の思い出にお客様同士で手を振って見送ってあげてください。なお、上りの秘境駅号でも同じような放送がされていると思います。皆さん、負けじと手を振ってください。
橋に停まります。まもなく列車は長さ123メートルの天竜川橋梁に差し掛かります。この橋は平成21年嬉しい箇所もあったかと思いますが、それも話題の一つとしてお持ち帰りいただければ幸いです。本日神々マンのあだ名をつけていただきましたので、今後も使わせていただきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく天竜橋です。ありがとうございました。ありがとうございました。では飯田駅に到着しました。5時間40分の長旅でしたが、それを感じさせない楽しい時間でした。ぜひ乗車してみてください。ありがとうございました。